いろんな授業はあるけど、こんなになんかいいこと揃ってるところないと思ってて。例えばこの海藻層業一つはあの仕事として成立すれば漁師さんにとってそれい,いいじゃないですか。だし、海藻はあの座てたらさっき話した通り、海にとってもいいわけですよね。さらにこれ人間が食べてもすごい。あの体にとってもいいこと。すごい多いですよ。みんなでいっぱい接種できたりとかそういうなんかどこ撮ってもいい？この授業、誰にも迷惑かからない。もう最高の授業じゃないですか？そういうことをこうできてるって言うのは楽しいですよね。 もともと、僕、あ大学の時に、海藻の研究室に入ってたんですね。高知県の大学なんですけど。あの、日本中で海藻は減ってるんですけど、高知県で。減ってる海藻で、何が騒がれたかというと、スジアオノリなんですね。あの、スジアオノリって、すごい香りのいい、青のりなんですけど。その青のりが、あの、高知県の四万十川で、たくさん取れてたんです。でも、それが、あのー、昔。昭和50年頃は、60トンとかっていう量が、すごい量取れてたんですけど。年々、それが減って。 2020年には水揚げがついにキにゼロロキなったんですよこれはあの海水温の上昇と結構総額総、えっと、水揚げ量の関係がちゃんと相関関係が出てるっていうふうに言われていて水温と直結してるんですねでじゃあこれをなんとか復,復活させるために、あのーまあ、いろんなことを四万十川の中でも取り組みは過去にされてたんですけどその気候が上がっていることが問題なんでなかなかそこで増やすことっていうのはやっぱり難しくてじゃあちょっと全然違うアプローチでっていうところであの陸上に 海水を汲み上げる、で、汲み上げる海水は、あの、地下海水っていう、あの、海の沿岸部で穴を掘った海水。穴を掘った時に、浸透してくる海水なんですけど、山の井戸水と同じように、水温が。と冷たいところで安定してるんですよ、ね。そういう水なんで、あのー。なんだ、温暖化してる、今でも、あのー、陸上での生産だったら、あのー、実際可能だっていうところで、青あの、生産を始めてきました。 えっと、ここはシーベジタブルの、えっと、熊本県天草市にある牛深養殖場です。で、ここはもともとですね、あとヒラメの養殖場として使われていて。しばらく使われてなかった場所を、えっと、何か利活用できるんじゃないかという目的で、えっと。私たちが、生産を開始した拠点です。スジアオノリの陸上養殖の施設として、設立しました。で、培養していった中で、えー、適した、サイズに成長させたら、それを実際に。 えー、収穫する流れで、えー、作業をしていますで、まあ、青のりを収穫した後の工程としては、えー、きれいに,に並べていきますでそれを食品乾燥機で乾燥させてで最終的にはここでできた原料は、えー、青のりを使っている問、えー、屋さんだったりとか業者さんに僕たちは原料として、えー、出荷している形になります。 あの養殖ししてていいるる海藻自体もすごい勢でいで減少してるんですねここ熊本県、まあ、でいうと有明海があって有明の海苔なんていうとあのもう昨年度がもう過去最低ですねもう水揚げ量が。はい、で北海道に行くと今度昆布の養殖場がいっぱいありますけど昆布の養殖場もう今年あの温度が高すぎて種が取れない。 騒いでますし、もう10年前と比べると取れてていいる量もすすごい勢いで激減してますね。まあ、そういった中でやっぱり、あのー、せっかく昆布だったら日本の独特の出し文化とかのりも,も日本の水産物の売り上げ率も代表的なものの一つですよね。やっぱああいうのやっぱ衰退させるわけにいかないんで、まあ、なんかそういった海域でもなんかいかにこの生産量また元のようにこう取り戻していけるか。あのー、厚くなったら 飼育できる期間、生育させる期間短くなっちゃうけど、じゃあ短くなるけど、大きくできる方法ないのかとか。なんかそういった技術開発みたいなのも、あの地元の漁師さんとか。あのパートナーシップ組みながら、今一緒にいろいろやってますね。日本中、本当海藻がどんどんなくなってるんですよ。なんで、まず種だけでも持っとかないと、もう海藻なくなっちゃうんですよ。と <laughs> いう意味では、あのうちの研究所の中で、海藻自体の種のストックっていう意味では、もう百種類ぐらいの。 海藻の種をストックしてますねで今度この種から育てるっていうところはもう一つこのなんか難易度が上がるんですけどそういった意味ではこの、えっと、芽を出させて育てれるっていうふうになってる海藻は30種類ぐらいありますね基本的にはあの海で生産できるものは海で生産しようっていうふうに思ってます。 その理由としてやっぱり海で海藻が今なくなってそういう生態系がやせぼそっちゃってるんでやっぱり海で生産できた方がそういった生態系においてもいいっていう話はありますしあと事業目線で見た時にもやっぱり陸上で生産しようとするとすごいコストがかかっちゃうんですねやっぱ海水汲み上げないといけないしあの海藻をまを海のな波を再現するように空気を送り込んだりブクブクさせたりとす,るとすごいコストがかかっちゃうんで基本的にはまあ海でやれるものは海でやろうとしてます ここトサカノリっていう海藻はもともとこの熊本県とか鹿児島県ですごいたくさん取られてる取れていた海藻なんですけどもう年々あの水揚げ量が減ってて去年はそらく鹿児島の方では水揚げ量が多分過去一番少ないぐらいの水揚げ量になってそれ困ってるんですね、はい。なんでその海藻をなんとかあの水揚げまた増やせないかということで今までは天然しかなかったんですけどあの養殖育てる技術をまあ作って。 あのー、作っているところですねこのトサカノリの養殖方法はあのカゴで、えっと、カゴの中に海藻トサカノリを入れて育てるんで魚からの食害魚から食べることができないような構造になってるんであのこういった魚の食害を受けやすい海域でも育てることができますね。 それで一方でこの海藻の消費量の話があって、この海層の消費量はあのー、過去何十年だったかな？30年間ぐらいの間に海藻の消費量が半分ぐらいまでこう落ち込んできているんですね。でも、ここの海層の消費量をあの増やしていかないと、この漁師さんたちは海で海藻を作る必要がなくなっちゃうわけなんですね。なんでなんとかして海藻をみんなに美味しく食べてもらうか。みたいなところがやっぱりすごく重要で。なんで、僕たちは会社の中に。 あのシェフがいてで常に海藻どうやったら美味しく食べれるかみたいなところを開発しててもらっているんですね今シーベーシブルで養殖している海藻や今後その養殖する可能性がある海藻をいろいろ加工方法とかあの、まあ、調理方法どういうふうに保存するのが一番お客様のもとに届きやすいとかそういう研究を日々しています。 まあ、日本の海域で、あの収穫された海藻でも、どういう味に。あの味付けするか、どういう調理法で、あの調理するかによって。あの全然、そのイタリア料理、フランス料理、スペイン料理でも、まあインド料理でも。もう、何料理でも、化けることはあるんですよ。例えば、ええー、青のりっていうものは、結構、その乳製品とすごい合うもので。その青のりの香り、色、味を。 えとミルクに移します青のりの味がするミルクを例えば、えー、とそれをベースにしたベシャメルソースを作ります。でその青の青りりベシャメルソースをを例えば、えー、ラザンニャを作ります何気なくその青のりの味海藻の味がそのラザンニアと融合して、まあ、イタリア料理で最もその伝統的な一品にその海藻が含まれるっていうすごい自然な 流れができるんですけど、そういったような可能性はもうさまざまあります、ね。料理人としても。それ、そういう新しい、その食材の発見が。ど、結構。あの。レアになってきて、やっ海藻が多分唯、唯一。まだまだ。可能性が全然。探られてない。食材なので。なんか。それもやっぱり。料理。の面白さ。 そのお客さんの喜びにも、すごく、あの。つながるもんだと思ってますね。しれないですけれども、僕の中ではちょっとシードバンクっぽいなと思っていて。その種の保全っていうのを。養殖を通じて。やり。で、もし。もしその。 あの適した状況に戻った場合に天然に戻していけるっていうこともありえるんじゃないかなとそれまではもちろんその周りの自然環境との調和があると思うのでまあその養上養殖するにも、えー、陸上養殖するにもいろいろな多分ご苦労があるんだと思うんですけども、まあ、なんかそういう環境が戻ってきた時に。 えー、こうそれが自然とあのもっとあった姿に回復していけるっていう姿を後々は担えるんじゃないかなっていうふうに思っているのでそういう意味でもシードバンクっていう,うあの言葉を勝手に僕が、はい、まあでも種じゃないので奉仕なので <laughs> あの種という意味では、まあ、スポアバンクといいますかそんな感じのイメージで見ております。逆に言うとその多様性、えー、その その地にしかないとか、その地の食文化に根ざした食材みたいなものが排除されていく運命になると思うんですよね。で、それがすごく自分の中ではあ危険な状況だなと思う中、あまあそういうこぼれ落ちそうなものというものをシーメンスナブルさんはこう拾い上げてで、なおかつそれをなんか保全保護ということではなく、人の喜びのためにこんなおいしいものがあるんでぜひ食べてくださいという。 そういうい喜びと直結させることによって何かまたその新たな気づきあるいはもしかすると新たな食文化みたいなものそしてなおかつその多様性のある食生活っていうものを提案してくれることに他ならないなと思っているのですごく有意義なことでもあると思いますし普段食べたことがない食材っていうのはお客様のすごい興味のあるポイントにもなるので。 そういった意味で昔は当たたり前のようにあったでも、えー、現代の食卓から消えてしまったものっていうもののこう再現、えー、それをまた食卓の上に載せるっていうものを僕らは進んで取り組んでやっていますんでそういう意味でシー・ミズサブルさんとの親和性は高いなっていうふうに思ってます。 で今度海にとって何ができるかっていうのをまず知ろうっていうので日本中の海を北海道から沖縄までぐる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 こう潜りながら回ったんですよ。でそれと合わせてもうなんか藻類の研究者なんてもう50人ぐらいしかいないんでもうみんな会ってこようっていうノリで日本中の研究者わーって会ってきたんですよ。そうするとみんな口揃いっていうのがもう海藻が海になくなってやばいんだっていう状況は話してて。でもそれに対するななんか具体的な 解決方法とというとみんなやっぱりウニを駆除するかそのアイゴとかその海藻を食べるような生き物が入ってこないように網で覆うかみたいな基本的にその2つぐらいしかないんですよね。はい、あとはもうなんか例外としてこの海に肥料をまくかみたいな話とかあるんですけどなかなかやっぱどれもじあの継続させていくことは補助金なしでやっぱり難しくて自力でやっていくにはそのなんかコスト感とあのなんか全然合わないみたいな話があってその中で僕らはじゃあどうやったらあの海に まあ海藻があるような状況を維持できるのかみたいなことを考えたときにやっぱりこれは海藻を養殖栽培するってところをとしてやっぱり事業として成立させることだと思ったんですよね。やっぱりこの東北のエリアに行くとまだ食害がすごい少ないんでワカメの養殖とかで、まあ、ブワーってこう海が利用されてるんですよね。で海がブワーって利用されてるところはその下をこうヒュッとこう潜ったりするともう魚がうわーって,って泳いでもうめちゃめちゃたくさん多いんですいるんですでもこっちの方は もともとはワカメ養殖したんで、まあ、生き物多かったわけですけど、まあ、そのワカミもなくなってもう天然の海藻もなくなってもう潜っても,もう砂漠になってるような <laughs> 状況なんですよね。でこの中で海藻を育てようっていってワカミを設置したところで、まあ、ワカミはそれすぐ食べられちゃうわけでじゃあそれで他の海藻に何が育てれるかっていうのを考えた時にじゃあこのカゴで、あのー、覆ったような養殖方法をしないといけないっていうところで、まあ、こういったトサカノリだったりミリンだったりっていう海藻が、あのー、需要はあるけど 供給が追いいいてないっていうところで何とか生産でできないかっていかとうころで始めましたで今までこの評価されている、あのー、いわゆるこのモバっていうのは生態系において寄与するっていうのはすごい言われてきてましたけどこの僕らはまあの海面モバとか言うんですけどこういった養殖をした形で,この水,面下で水面で養殖しているものがあの生態系において寄与してるっていうようなあの報告がされている論文は僕は日本では一見もまだ見たことないんですね。 というところでやっぱここをやっぱちゃんと評価アカデミックに評価するっていうところがやっぱすごい重要だなっていうふうに思ってるのであの定期的にこの、まあ、今一1か月に1回ぐらいの調査であのこの養殖かごの周辺をあの網で覆ってこのかごごと持ち上げてくるんですそうするとその表面に横エビとか割れからっていうちっちゃい生き物がまあたくさん集まってて、まあ、実際にこの半年ぐらい置いてると100匹以上の,その生き物がわっとくっつくんですねでそれからその周辺にたまにこの泳いでくるアジだとかメバルとか ギンポとかという魚が、まあ、そのたまに取れるんですけどその生き物のいない要物胃の中を見るとその横指とか割れからっていう生き物が、まあ、ちゃんと入ってるんですよ、ね。ということを考えると一、まあ、つのカゴをすり下げてることで、あのー、どれぐらいの、あのー、生き物が増えてそれをこの養殖場、まあ、このカゴが例えば。 1,000個り下がってたら 1,000×100 で10、えー、万匹の横指割れからりがま増えているわけで生態系にその分寄与しているっていうことがきちんと言えるんじゃないかなと思ってそういうなんかこの産業の経済としての循環の部分とアカデミックの部分の2つ2軸をちゃんと走らせてその辺のなんか海を豊かにするってことをやっていけたらなというふうに思ってます。